てから男と別れるってきっついですね。札幌カレー屋の店員、私小田見慣れ。私恋愛における地方性ってめんどくさいなって思う。なんかこの声見慣れさんに似てますね。ラジオから聞こえてきたのは酒場で酔って喋った自分の失恋トーク。最高でしたよ姉さん。私たちと一緒にラジオのお仕事してみない？こだみなれのオールナイトニッポンってな感じだ。何曜日の何時なんですか？ここです、ここです。番組ってか試験電波放送でしょこれ。キュッ。ある時はヒグマと戦いどーりゃー、またある時は猟奇事件現場へ、いやー、そして宇宙人に遭遇し元彼との直接対決。カレー食べたい。ふう、ザ・ケルナー。今に星の数ほどの人間がお前の声を求めるようになるぞ。ギリギリで蘇った、いつも湧き出てる無根拠な自信が。ちょろい。私ミナレさんが好きですし憧れてます。中原さんをもてあそばないであげて。ケイ、次のお便りです。好きにやるね。ディレクター勘弁してくださいよ、素人さんでしょ。ねえねえねえ、準備は全て整った。今夜3時半からお前の番組の放送を開始する。無事に放送を全うできる自信がございません。波を聞いてくれ。2020年4月よりアニメイズム枠にて放送開始。ただただ挽回したい。そんなダメ人間の集う人生リハビリ番組になる予定です。